ミヤクチャンネル各りワンポイント解説。今回のワンポイント解説お楽しみいただけたんでしたらいいね。またチャンネル登録もよろしくお願いします。テレビに出演する人たちの新型ウイルスの感染が相次ぎ報告されております。とりわけ、テレビ局社員であるアナウンサーの感染が目につきます。病は仕方がありません。しかし、こうしたことをきっかけに今後テレビ、ニュースやワイドショーの報道が 新型ウイルスに対しての態度を変えるんではないかというワンポイント解説。このワンポイント解説ですでに触れました。富士テレビの目覚ましテレビ。出演したタレントさんがお仲間で発症者がいたことから濃厚接触者となり、その日共演していた番組出演者一同放送を取りやめるということがありました。また TBS では TBS アナウンサーの感染とそのご家族が感染したことによる濃厚接触が報告されています。毎週土曜日、TBS の朝に放送されている情報番組、マルッとサタデーでは TBS の女性アナウンサー3人が司会を務めております。ところが、令和3年1月22日の放送では3人中2人の女性アナウンサーが 番組をお休みしました。一人はその前の週に感染が確認され、もう一人はご家族が感染し、濃厚接触者となったからです。他にも TBS 昼帯でアシスタントを務めた女性社員の感染も確認されました。その結果、この女性社員と共演していた TBS の男性アナウンサーは自主隔離に入り、 ご自宅からリモート出演されていました。他にも日本テレビの女性アナウンサーの感染が報告されています。大切なことなので何度でも言います。病を得たことは仕方がありません。ただ一方で、これまでのニュースやワイドショーの報道の仕方を見ると、一人でも社内に発症者が出たとき、その会社のあるいは施設の 閉鎖を求めるかの報道をしてこなかったでしょうかつまり、今までのニュースやワイドショーの報道の内容に従うのであれば、各テレビ局、とりわけ TBS は、会社をロックダウンして、放送を取りやめるべきではないでしょうかあるいは、終日、再放送に切り替えるべきではないでしょうか もちろん私はそれをやりすぎだと思います。新型ウイルスについてはいろいろなことが分かってきています。何よりこの2年間いろいろな経験を積んできています。加えてワクチンと治療薬です。油断大敵ながら治る可能性の高い病を不治の病のように恐れること。これはそろそろ終わりにすべきではないでしょうか。そうしなければ 我々日本社会が終わってしまう前に、テレビの皆さんのそのテレビ放送ができなくなってしまうかもしれません。相次ぐテレビ局のアナウンサー、また出演者の新型ウイルスの感染の報道を前に、彼らはこれまでの放送姿勢から手のひらを返すんではないかと私は見立てております。極論を言えば、 今までと180度違うことを言い出すんではないか。そんなこともあり得ると私は見ております。一例だけ挙げれば、東京オリンピックです。地上波テレビのニュースやワイドショーは、東京オリンピックが始まる直前まで、開催中止、開催反対を掲げておりました。ところが、東京オリンピックが始まったらどうだったでしょうか 日本選手の活躍に悪乗りするかの大喜びをしていました。オリンピック反対の態度について明確に謝罪したのは落語家の立川志らくさんぐらいです。つまりテレビのニュースやワイドショーというのはしれっと手のひらを返し続けてきたんです。新型ウイルスに対して恐怖を煽りまくる報道の姿勢が改められるのであれば それは良いことです。だからそうなるのであれば歓迎します。ただ我々視聴者は我々の共有財産である放送電波を使って謝罪もなく手のひらを返すテレビ局の姿勢、態度というものを覚えておかなければならないというワンポイント解説。ワンポイント解説につきワンコのコーナーはありません。 次回のワンポイント解説またレギュラー放送ライブ版などでお目にかかれればと思います。バイバイイ。